ブランフォード・マルサリスは、アメリカのジャズ・サクソフォーン奏者。教師、作曲家、ピアニストとして知られた父、エリス・マルサリスと同じく全員が、ジャズ・ミュージシャンである、マルサリス兄弟の長男として、ルイジアナ州ブローブリッジにて生まれる。彼は、ジャズ界において卓越したテナーと、ソプラノ・サクソフォーン奏者として、また、兄弟の中でも、最も才能に恵まれ、 優れた音楽の改革者の一人として非常に有名である。4歳からピアノ、小学生当時からクラリネット、15歳でサクソフォーンを、はじめ、ニューオーリンズの芸術専門学校、そしてバークリー音楽大学で学んだブランフォードは、1980年代前半にアートブレイキービッグバンドでの演奏、クラーク・テリーとの共演、そしてアートブレイキー ジャズメッセンジャーズに参加して、プロとしての活動を開始した。1982年から1985年に、かけては、弟ウィントン・マルサリストのクインテットで演奏し、1985年には、スティングのバックバンドに加わった。ライブエイドでは、スティングの演奏のみ伴奏者として出演している。また、彼は、マイルス・デービスグループのツアーにも、後期のメンバーとして参加した。 1986年には自分のグループを結成しアルバムを発表。日本では1987年に父のエルス・マルサリスと共演したサントリー・ホワイトの CM がテレビで放映されたことで話題になった。1992年から1995年にかけてアメリカ NBC の人気トーク番組ザ・トゥナイト・ショーの音楽監督を務めた。 1994年には、ジャズとリズムブルース、ヒップホップ、ロックとの融合を目的に、新ユニット、バックショットルフォンクの活動を始めた。2002年には、父親と共同で、自主レーベル、マルサリス・ミュージックを設立した。2013年3月、セイント・メリーズ・ユニバーシティ・オブ・ミネソタから、博士号が授与された。アメリカ南部に、ハリケーン・カトリーナが、 壊滅的打撃を与えた後、ハリー・コニック・ジュニアと共に、ニューオーリンズの音楽分解散回復の指導的役割を担う活動を始めている。その一環として、2005年12月6日、彼らは特定非営利活動法人ハビタット・フォー・ヒュマニティ及び同ニューオーリンズ支部と共同で、ニューオーリンズにて、ミュージシャンズ・ビレッジ計画を発表した。ミュージシャンズ・ビレッジには、 エリス・マルサリス・ミュージックセンターを中心に居住可能な家が建設される予定であり、これらは財政難にあえぐミュージシャンたちに手頃に入手できる家として提供される。ありがとうございます。